皆さんおはようございます、佐藤ゆりやです。はい、今日はね、本当は、朝から撮影とか、あとは家での作業とか、いろいろ朝から頑張ろうっていう予定の日だったんですが、なんだかなんだかやる気のスイッチがなかなか入らず、息子を見送ってもう1時間経ってしまいました。なんかそういう日ってあるよね。すごくね、こうやる気には満ち溢れてるんだけど、なんだかこう切り替えがね、うまくいかないみたいな感じで今ダラダラして、でもちょっと本当にそろそろやらなきゃと思って、今日はね、YouTube 用もショート動画もいろいろ撮りたいなと思って、あと編集作業もいっぱいあるので頑張ろうと思います。なんか私的にはこういう日は徐々にギアを入れていくみたいな感じで、無理しないっていうのが結構自分の中であるので、もう午前中は自分のための時間にしたいので、はい、なのでちょっとまず一旦ピラティスを予約しようかな。ちょっとね、体を動かすと結構自分の中でギアが入るので、まずピラティス予約して見ようと思うんだけど、あ、もう午前中はいっぱいだわ。なのでじゃあ午後一番に行って、もうそこからグッと頑張ろうと思うので、予約完了。ちょっと私なりに自分のこうゆったりしたい、何もしたくないな、楽したいな、そんな日をね、リアルにお届けしていきたいと思います。ということで、ちょっと支度でもしてみようかね。着替えてきました、着替えるだけでね、ちょっと気持ちがまた変わってくるんだけど、私は結構もうメイクするとやる気がね出てくるので、メイクしていきます。スキンケアはもう終わった状態です。ひとまずピラティスに行く用のメイクアップしていきます。なんかこんな感じで1本で肌も整えて、紫外線からも守ってくれて、ツヤも出て、日中スキンケアできるよっていうもの1本持ってるとすごくいいです。いや、これとかはトリートメント効果あって、肌すごい元気に見えるでしょ、塗るだけで。なんか近所で過ごす日とか、こういうね、今日みたいにピラティス行く日とかは、こういうもので顔を整えることが多いです。一つで何役もできるようなやつがあるとすごく便利。これだけで顔色が良くなっていく。チーク入れてあげる。こういうカラーを意外と目にアイカラーとして使ってもね、いいです。こんな感じでちょっと深み足して、なんか締め色になるようなカラーを、ほんのちょっとやってあげるだけなんだけどね、なんかすごい自分の中ではいい切り替えができる、メイクって。はい、やっぱね、メイクするとね、いい感じに切り替えられて、よし、じゃあこれからお昼ご飯しっかり食べようかなと思います。今日はね、お昼ご飯こちらにします。選ばれし人気店老舗のビーフシチュー、こちらをね食べたいと思います。これレトルトなんだけど、今日みたいに、ちょっと時短でね、楽して美味しく食べたいなっていう時にね、すごいいいなと思って、こちらもね、食べログで評価の高い100名店に選ばれた店舗のこだわりが再現されているレトルトのねシリーズがあるんだけど、大正14年創業の老舗、この神屋のね監修なんですって。お口でほぐれる牛肉の贅沢な美味しさ、お肉もねゴロゴロっとしていて、もう美酒100点素晴らしい。実はね、私なんとこちらの神屋に行って、こちらのねビーフシチューいただいてきました。感動の美味しさだったので、実際の神屋のね様子、皆さんぜひ見てください。ビーフシチューでございます。すごい綺麗なんですけど。
ください。でもすごくない？お肉のこのゴロッと感、大きさすごいですね。すごい、もうね、香りもなんかお野菜の香り、なんかギュッとした感じとか、うん、お肉の感じとかも香りもめちゃくちゃいい。絶対美味しいよ。ふわふわお肉がもうとろとろ。うん、美味しいですか？もう本当にジュワって、お肉がジュワってとろけながら、でもなんか食べ応えたっぷりっていう感じ。すごい美味しいです。すごい、お肉もちろん美味しいんだけど、うん、このソースも、うん、なんていうんだろう、本当お野菜の旨みみたいな感じがすごい詰まってる。すいません、はい、聞いてもいいですか？もちろんでございます。え、なんか本当に美味しいんですけど。ありがとうございます。なんか特徴というかこだわりあるんですか？そうですね、まあ、うちのお肉は牛のバラですね。でこれを油を丁寧に取り除いて、でお肉の繊維がホロホロってほどけるぐらいまで柔らかく煮込んでます。でデミグラスソースは、はい、多分他の店様に比べると少し甘みが特徴かなと思いますね。で5日間ぐらいかけてじっくり煮込んだソースを、本当ギュッと美味しさがもう全部詰まってるって感じのソースですね。野菜もしっかり入ってます。香味野菜も入ってますし、あとはワインとかで牛の骨と鶏肉がいろいろ入ってますね。すごいスペシャルな一品、ありがとうございます。ごちそうさまでした。完食ですね。本当に美味しかった。はい、皆さんどうでしたか？もうね、本当に美味しくて、こうフォークとナイフを使っていただくっていうビーフシチューがね、なかなか味わえない体験、もうお肉がね口の中でほどけていくっていう感じで、すっごく美味しかったんですが、まあ、そちらをね再現されているということで、今日はこちらランチにいただこうと思います。あの味がこんな楽して贅沢に美味しく食べれるっていうのは、もう本当に私たちの強い味方だなと思うので、もう早速作っていきます。もちろんこれだけでもね十分贅沢なんだけど、お野菜取りたい人はお野菜も一緒に調理しちゃおうが、しかもレンジでね野菜もやっちゃえば一瞬でできるので、なんだろう、楽したいのでこのままこんな感じで、じゃあちょっと火通りやすいように小さめに。ブロッコリーとかね、昨日茹でておいたものがあるので、こちらはそのまま使います。これもちろん湯煎でもいいし、レンジでもいいんだけど、レンジだと600ワットで1分10秒でできる。こんな感じでこの箱ごと入れるんだって。待って、すごい香りが、あの日を思い出す。あ、おお、すごい、しっかりゴロッとお肉入ってるよ。すごい、あとは見てください、この塊のお肉がゴロッと入ってる。しかも見て、もうトロトロ。スプーンで切れるぐらい柔らかい。これは贅沢だよ。満足感がすごいもん。はい、では早速いただきます。待って、おいしい。神谷さんでいただいたあの日を本当にそのまま思い出す感じ。これしかもご飯とかパンにめちゃくちゃ合うと思う。あとは見てください、このお肉ゴロゴロに入ってる。こんなしっかり塊のねお肉が入ってるのは結構衝撃。なんかお肉がそのままゴロッと入っていて、なんか存在感がすごいんだけど、やっぱこうほどけるような柔らかさもあって、でもしっかり存在感があるから、なんか満足感がこれで十分あるっていう感じ。めちゃくちゃ美味しい。うん、お店でもすごい思ったんだけど、こう野菜のうまみが、ね、こうギュッて入った感じとか、あと
あのおっしゃってたようになんか甘みを感じるビーフシチューなので、これ息子も絶対好き、もうめっちゃ好きだと思います。大喜びで食べてくれそう。おいしい。ごちそうさまでした。いや本当に美味しかった。あのお店に行ったあの記憶がバッと蘇ってくる感じで、もう美味しくてあっという間にね食べ終わってしまいました。あんなにちょっと前まではやる気のスイッチが入らないなと思ってたんだけど、やっぱメイクしたりね、こういう美味しいご飯を手軽に食べれたりするとあのすっごく元気になってきました。でもこちらはね、あの我が家の食卓のレパートリーにね必ず入るなっていうぐらい美味しかったので大満足です。はい、ということでね、この午後からピラティス行ってその後お仕事しっかり頑張ろうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。